テキストボックスの便利な使い方をご紹介します。はがきに差出人住所をテキストボックスで入力して文字編集をしていきます。次に行間の設定をします。最後に図形の書式設定をしてレイアウトを整えます。ではワードを開きます。あらかじめはがきの設定をしておきました。こちらに用意してある背景を載せます。挿入から画像、このデバイス。ダウンロードのところに図を用意してますので、はい、こんな感じです。挿入からテキストボックス、縦書きテキストボックス、適当なところをクリックします。郵便665-0816 665-0816 安信はい、こんな感じで入力しました。では文字の書式設定をしていきます。枠線をクリックするとテキストボックス全体が選択できます。ホームからフォントを今回行章にします。 HG 行章体で郵便番号を選択します。フォントサイズ8ポイント。住所を選択します。フォントサイズ12ポイント名前を選択します。フォントサイズ14ポイントでは行間です。枠線をクリックしてテキストボックス全体を選択します。ホームタブから段落グループの下向き矢印をクリックします。こちらのチェックを外します。 OK です。で、名前を下揃えにします。次に名前の文字間隔を開けたいと思います。ホームタブのフォントグループの下向き矢印で詳細設定タブ文字間隔、ここの標準を広くに変えます。間隔3ポイント。はい、次に図形の書式です。図形の塗りつぶし、塗りつぶしなし、図形の枠線、枠線なし、これでいいですね。あとは配置を決めて、はい、出来上がりです。以上です。